こんにちは、小学校5年生英語ですね。で今日はワーク入りましてですね、30ページのお話入っていきましょうということになりました。基本文としてはですね、はい、こんな感じです。 You can swim fast、ね、You can swim fast、そして Can you play the recorder?、ね、can you play the recorder? そして Yes, I can And No, I can't ということになってましてですね、話題としてはですね、ここの Can という言葉ですね、はい、ここにある Can という言葉、これが今日の話題みたいなものですね。はい、何々できる、何々することができるという意味があります。でこの can の後に、例えば今回 swim、 スイムっていうのは泳ぐとかっていうね、意味の言葉なんですけどもね、こういった動詞というんですが、動作を表すような言葉を持ってくることで、はい、何々することができるという意味になってくるわけなんだわな。はい、で今回は you can swim で、さらに fast、 fast っていうのはね、早くという意味があるんです。はい、ですので you can swim fast でなんていうふうに言ってあげると、はい、あなたはね、早く、はい、泳ぐことができできますということになるので、はい、ということで何々することができる、ね、こんな意味を持つ can というのが新しく出てきましたよということだったんですね。はい、そしてその can の文章の疑問文、はい、することができますか聞きたいとき、そしたらね、その can を今度は文のね、最初のところにこう出してあげるんだね。はい、そして最後にクエスチョンマークね、くっつけてあげることで、はい、can you play the recorder? はい、リコーダーっていうのはあの笛のあのリコーダーですね。で、play っていうのはまあいろんな意味があるんだけれども、あの楽器を演奏するっていうときね、必ず play the 楽器名ね、play the 楽器名と書きまして、その楽器を演奏するという意味になるんですね。はい、ですから今回はまあリコーダー、まあ演奏すると言ってもいいけれど、いわゆる笛なので、吹くというふうな意味でね、例えばピアノだったら弾くとかね、ギターとかも弾くとかね、まあそれぞれ楽器によってあるとは思うんですが、はい、今回 Can you play the recorder? でなんていうことで、あなたはリコーダーを吹くことができますか?なんていうふうに聞いたわけだね。はい、そして、もうできるよって聞かれたわけで、あ、できないよって答えたいわけなんです。で、そこで、はい、できるよっていうことであれば、Yes, I can. ね、can で聞いた文なんで、この can っていうのを使って答えてみようか。いやいや、できないんだよ。No, I can't. で、なんていうふうな意味で、やはり can を使って答え、No だから not というのがついてきてということになりました。だから例えばこの can の後ね、今回 swim fast だったけども、じゃあ速く走ることができますかなんていうことであれば、走るという意味の run っていうのをこのね swim の代わりに入れてあげて、 you can run fast でなんて言ってあげれば、あなたは速く走ることができますとか、あとはまあちょっと速くは今回ないけどね、 you can cook なんていうことであれば、あなたは料理することができます。またこの楽器名入れ替えることで、 Can you play the piano? ね、なんていうふうにやってあげれば、あなたはピアノを弾くことができますか。はい、例えばギターに入れ替えてあげて、 Can you play the guitar? ねとしてあげれば、あなたはギターを弾くことができますか。ね、なんていうようなことで言い換えることもできるのかなということでございました。はい、ということでね、今日は can という言葉です。ね、そしてその can の後に動作を表すような言葉を入れることで、何々することができるという意味。その can を前に出してあげることで、することができますかという疑問文ができますよというお話。はい、それが今日の話題ということでございました。はい、では本日こんなところです。ではまた。